宇都宮市立陽光小学校は、栃木県宇都宮市緑にある公立小学校。緑1丁目から4丁目を中心とした、宅地下の進行で、1970年に開校した宇都宮市立緑が丘小学校も、開校5年目には収容しきれなくなり、校庭にプレハブ校舎を建設してしのぐほどであった。開校9年目には、 児童数1439名となった一方、地域の東部に位置する畑や山林は、民間業者による宅地造成が急速に進み、さらなる児童の増加が予想されたため、市は後に、要工省となる、仮称第53小学校の建設計画を示した。市当局としては、市有林の一部を学校用地にし、残りを公園用地に変更するということで、当初は、 西川田公園の場所を候補地とした。敷地的には最適であったが、隣が宇都宮競馬場で、校舎2階から競馬場が丸見えとなり、学校環境としても好ましくない。緑が丘章とも近すぎるとも意見が出たが、民有地との交換交渉を進め、現在地が選定された。敷地の一部は雑木林であったが、自衛隊の協力も受けて整地した。 緑が岡小と宇都宮市立横川西小学校の通学範囲内である実地会に学校開設準備班が設けられ、学区割りの検討が始まった。市からのは緑2丁目の南半分を陽光小学校区にという提案が出たが、実地会が2分されると猛反対を受け、緑が岡小学校区に残地された。緑4丁目5丁目は緑が岡小学校設立10周年を迎え、 環境が整いつつあり、通学距離も大差ないことから天候にはかなりの抵抗があった。エソ島4丁目5丁目も同様の抵抗があったが、冬場の峠港環境から早い開港を望む声もあった。これらのことを踏まえて、自治会と市当局の話し合いにより、子供と学校の将来を考慮し、現在の学区に落ち着いた。校名は自治会の方にも募集が来て、 応募者多数の中から陽光が選ばれた。日南出張所管内ということで、陽を取り、光り輝く学校から光を取ったと言われている。学校環境整備のうち、植栽計画は開校の翌年となった。当初は地域から提供の申し出も多かったが、市当局の計画によることにした。近くの宇都宮市立五大小学校も新設校であったが、 植栽計画はすべて寄付で賄ったので、要光症には2項分を植栽することになった。PTA から木陰になるような大きな樹木が欲しいと意見が出たので、宇野校へ依頼したところ、ケヤきの寄贈を受けた。ありがとうございます。